こんにちは、タムちゃん農園です。今日はさつまいもの苗の定食をしていきます。普通はしゃがんでこう土に刺していくんですけども、私は数が多いのでこのアイテムを使います。これはサスケっていう道具で、ここに書いてますね。これはかがまずに、さつまいもの苗を簡単に植えられる道具です。立ったまま苗を定植できます。で、ここに、マルチ敷いてあります。ここは雨が降った後、水がたっぷり湿ってる状態でマルチかけたので、この中は十分な水分を保ててると思います。あ、じゃあこっち来てください。サスケの使い方は簡単で、この苗の先端をここの引っ掛けるところにかけて、次にこの出っ張りのところにぐるっと回して、もう一周もう一個の出っ張りのところに引っ掛けます。で、これを植えたいところに突き刺します。マルチもこれで穴が開きます。で、これだけです。もう一回やります。引っ掛けて、時計回りに回してます。刺して反時計回りにちょっとひねると苗が、あれ受けない、こういう時もありますけど、いちいちかがまずにできます。慣れてくるともっと早くできます。こういう感じですね。私は30センチ間隔に1本斜め上で植えてます。垂直に植えたい場合は垂直に刺せばできます。これ苗が短いとちょっとやりにくいですけど、まあ、取れちゃう場合はこうやって片手でちょっと押さえながらやるといいです。ちょっとこういう風に苗がくねくねっとなってて、こううまく巻きつきにくい場合はちょっと手で押さえながら、ちょっと中腰になりますけど、こういう風に植えることもできます。で、植える時の注意点が、このつるの先端に成長点と言われる葉っぱが小さく出てるところ、これが細胞分裂が盛んなところ、これが伸びてどんどんつるが伸びていくんですけど、ここを埋めないように、ここを埋めるとそのまま枯れていきます。で、気をつけるのはそれぐらいで、植えるときにこの茎の成長点じゃない方の先端が多少折れたり葉っぱが取れたりしても、さつまいもは強いので大丈夫です。気にせずどんどんやっていきます。こうやって植えると茎がちょっとポキってなりそうなんですけど、大丈夫です。折れても復活します。大事なのは成長点を埋めないことと、土壌の土の水分がたっぷりあることです。なんでピカピカに晴れてる日とかはできれば避けた方がいいですね。曇りの日が一番いいと思います。で、次の日雨降るとか、前日に雨降ったとか、そういう時に植えるのが一番いいですね。まあでも、まあそれをばっかり待ってるとずっと植えられないんで、いっぱいある方は晴れてる日でもしょうがないです。植えるしかないですね。その場合は水をたっぷりあげるといいです。ちなみにこれ品種は姫あやかっていうねっとり系の品種で、あまり出回ってないかもしれませんね。
宮崎の苗屋さんから買いました。私が研修行ってた農家さんではさつまいもの定食の時に穴、マルチに穴開ける人、差し込む人、土をかぶせる人って結構人かけてやってたんですけど、これだと一人で全部できます。最後の穴埋めるのはやってません。私は気になる方はやってもいいんですけど、この後水やりするんですけど、水やりすれば勝手に土が苗の周りにくっついてくれるんで、私は土で穴埋めることはしてません。あ、ちなみにこれ100均で買ったゴミ箱です。これに麻紐でロープつけただけの簡単な苗入れです。ここに50本ぐらい入ります。このサスケを買ってからだいぶさつまいもの定食が楽になりました。さつまいもはこの節って言って、この葉っぱが出てるところあるんですけど、こっから根っこが出て、水分を吸う根っこや芋がついたりするので、私はなるべく深くまで刺せたらいいなと思ってます。その分芋がつくことが期待できます。なので、私はここまで刺し込んでます。浅く植えたい方はそれより手前で引いたらいいですね。もちろん苗の長さが足りない場合はもうちょっと手前で抜くことになります。あれ、この苗宮崎から2日間かけて旅してここの山形まで来たわけなんですが、当然その際苗がこういうふうにしなしなになっちゃうので、バケツに水入れて2日間日陰で保管して今植えてます。そうすると葉っぱがシャキッとして、でうまくいけば根っこも出てきます。ちょっとこのヒメアヤカは出てないですけど、そうすると活着しやすいかなって思います。たまにこういうなんかちょっと腐っちゃったような葉っぱがあったりするんですけど、まあこういうのも気にせず植えてます。気になる方はこういうふうに取っちゃってもいいです。
りました。55本全部で植えました。だいたい20分ぐらいかかったので、まあちょっと撮影も含めてですね。なのでだいたい1分に3本ぐらい植えられた件数になります。なんでそのペースでいけば、1時間で180本1人で植えることができます。慣れてくればだんだん早くなってくると思うんで、あの1分に4本植えられれば、1時間に240本と行くことができます。で、植え終わったらあの大事な作業をします。一旦これは置いて、水やりします。で、これ普通のじょうろなんですけど、普通のじょうろの先端にあの手袋をかけて紐でぐるぐるっとしただけのあのじょうろです。なんでこういうことしたかっていうと、あのサスケで開けた穴はあの、まあ、当然とってもちっちゃいので、あの普通のじょうろでジャーってやるとほとんどがあのマルチだったり周りにかかって無駄になります。で、このじょうろだとこう、なんだろう、この穴にちょうど入るぐらいの水が出て、この穴の中に水をうまく入れることができる。このマルチの中十分湿ってはいるんですけど、こうやって水をもう一回あげるとより活着がしやすいと思います。さつまいもはとても強いので、あの病気虫にもとても強いですが、あのこの最初の活着、あの根が、土にちゃんと張るのをだけはあのちゃんとしないとその先生育していかないので、この水やりがとても重要になってきます。はい、こんな感じで、さつまいも定食やっていきたいと思います。私はあの今年500本ぐらい植えようかなと思ってます。シルクスイートだったり、紫芋だったり、甘はずきなどなどいろいろ植えてみようと思います。秋が楽しみですね。はい、では皆さんも頑張ってみてください。ありがとうございます。